近藤局長はいつ戻られるんだ。もしや吉信公のように我々を見捨てて逃げてしまうのではあるまいな。そんなことあるはずないです。余計な心配をしてる暇があるなら言いつけられた仕事をしましょう。てめえら、おしゃべりが過ぎるぜ。暇でしょうがねえんなら、刀の手入れでもしてたらどうだ。あ、申し訳ございません。あいつらの気持ちもわからなくはねえかな。戦になった途端、総大将が真っ先に逃げ出しちまうなんて前代未聞だ。しょうがねえさ。あの人はもともと尊攘派の旧先鋒、水戸藩の生まれだろ。薩長の奴らが掲げた錦の御肌にすくんじまったんだろうぜ。敵から見るとあんな御しやすい大将もねえよな。尊攘派だろうが砂漠派だろうが関係ねえよ。命かけて戦ってる家来を見捨てて逃げ出すなんざ腰抜け以外の何者でもねえ。この先一体どうなってしまうんでしょうか。近藤さんは怪我で伏せってる。薩長と戦うにも刃物じゃ銃にはかなわねえ。お先真っ暗だよな。あれこれ考えても落ち込むだけだし、吉原にでも遊びに行くか。吉原ですか、この時期に。バカ野郎、この時期だからこそ英気を養わなきゃならねえんじゃねえか。そういえば斎藤さんは一体どこに。最近姿を見かけないんですけど。斉藤なら怪我人や病人の様子を見るため松本先生のところに出かけてるみたいだぜ。なるほど。こんにちは。ご無沙汰してます。はい、トシさんに用事があって来ました。取り次いでくれますか。そいつは本当か。はい、何でも
急に外せない用事が入ったとのことで。今日こそは何としても話を聞いてもらわなきゃ始まらねえ。ちと出かけてくる。今日面会する予定の幕臣の方に約束を反故にされそうになっていたので知らせに来たんです。総大将の吉信公が新政府軍に恭順してしまっていますからね。僕も不用意な行動は慎むようにと上から言われていますし、こういう時は思うままに行動できるトシさんたちのことが少し羨ましいです。それじゃあ僕はそろそろおいとまします。皆さん方によろしく伝えてください。雪村君、副長は中にいらっしゃいますか？本当ですか？江戸に戻ってきてからというもの、獅子奮迅の働きぶりですね。まあ、山崎君が亡くなって仕事が増えましたからね。彼の置き土産ですから、多少きつくてもなんとかこなさないと。それに、あれだけ働いてらっしゃる副長を見ていたら、俺一人休むなんて到底できませんよ。それじゃあ、俺は他にも用事があるので出かけてきます。そうそう、最近辻斬りが増えているらしいですからね、夜の外出は控えてください。よう、千鶴、こんばんは。新八さんと佐野さんなら大使を連れて吉原に遊びに行っちまったよ。で、俺が留守番させられてるってわけ。俺、あの人たちの使いっ走りでもなんでもねえんだけどな。雑用押し付けられても困っちまうぜ。まあ、以前と変わらない扱いをしてくれるっていうのは嬉しいけどさ。
三男さんなら見回りだってさ。最近三男さんの様子がおかしいんだ。今日も夜になってからいきなり見回りしてきますなんて言い出して、俺も一緒に行くって言ったんだけど、一人で平気だって言われちまってさ。手上がったのか。余計な気を回さず、おとなしくしてろ。おい、だからいちいち辛気くせえ顔をすんのはやめろ。余計な心配はいらねえから、とりあえず茶でも入れてこい。お前の入れる茶は悪くねえからな。土方さんってさ、なんだかんだ言ってあいつには甘いよな。うるせえ。構わねえ。飲んだらすぐ仕事に戻らなきゃならねえからな。そんなに働いて大丈夫なのか？羅刹になっちまったんなら夜だけ働いた方がいいんじゃねえの？大阪城から引き上げる時にな、近藤さんに言われたんだ。もし自分が大将だったら、たとえ兵士が2、300人になっちまっても、大阪城に立てこもってとことんまで戦って、最後は腹を切って武士の生き様を見せつけてやるのにってな。肩に玉をくらって寝込んでるあの人がそこまで言ってる時に、具合が悪いからって俺だけ休んでられねえだろ。でもさ、きついのはきっとこれからだぜ。土方さんはまだ羅刹になったばっかで、吸血衝動は出てないみたいだからな。羅刹になるとな、血を飲みたくて飲みたくて仕方なくなっちまうんだよ。剣の稽古で思いっきりぶったたかれるのなんか比べ物にならねえくらい苦しくて、いっそ殺してくれって思うくらいだもんな。
血を飲めば嘘みたいに良くなっちまう。でもそれはあくまでもその場しのぎに過ぎねえからな。時間が経つとまた苦しくなる。しかも最初の頃は少しの血で良かったのに、そのうち多くの量を飲まなきゃ落ち着かなくなってくるんだ。おや、ずいぶん遅いお帰りですね。物騒ですから、夜一人で出歩くのは控えた方がいいですよ。これは。開始します。気持ちはありがたいですが、私には必要ありません。
我々の吸血衝動は薬などで抑えられるものではありません。抑えれば抑えるほど苦しみは増し、正気を削られていくだけ。こんな薬は気休めでしかありません。失礼。これから市中を見回ってまいりますので、これで。では、あなたたち新選組の羅刹が見回りと称して辻斬りをしているのはご存知ですか？千鶴、俺はその薬飲むよ。くれるか？ついていく。もし三男さんがおかしな真似をしようとしたら、全力で止めるから心配すんなよ。いや、夕方頃に戻ってきたはずだけど、ずっと部屋にこもりっきりだぜ。バカ野郎、思いを出すんじゃねえ。こんなもんすぐ収まるに決まってんじゃねえか。くだら